ドックス全員10分間ストップです。めっちゃ嬉しい。これ全員逃げちゃう。やばい、一番まずい展開になった。絶望だわ。勝ちじゃん。レザボアバディーズ。スパイ通告。おい、そういうこと？今君？スパイに選ばれたのは特攻隊長シュート。あなたの役割はキャッツです。キャッツとして尽力し、一人でもキャッツが逃げ切れるようにしてください。キャッツとなったシュート、スパイ用のスマホとキャッツのメンバー一人の連絡先が渡される。モーリー、ちょうだいってことか。結局はまさかそんなことがあるとは知らず、和んでいるモーリーとタクヤ。ありがとうございました。はい、めちゃめちゃいい人でしたね。いやー、ありがてー。いや、こういういいことしてもらった分、嬉しいことがあると悲しいこともあるという、そういうふうに僕は思っていますので、楽しいことだけばかりじゃないと。安息の場所で熟睡するセイヤ。しかし閉館時間のため追い出されることに。追い出されました。いたー！嘘でした！嘘でした！捕まえた。嘘でしょ、こんな運悪いことある。せいや2度目の確保。いないなと思って、いやもう戻るかって言った途端いたわ。もうこんな運悪いことある。もう来た。今日初めて捕まえました。もしもし、ハルキ捕まっちゃったよ。うわぁ、ハルキごめんね。いや、こちらこそちょっと忙しい時に。ちょうど閉館のタイミング。運悪いわ。ちょっと自分の運の悪さにちょっと落ち込んでる、本当に。せいや閉館したから追い出されたらしい。コンクリートに寝てたのに、その直後に捕まるっていう。ねえ、もうねえ、ツボねえって。いや、助けに行きたいですね、もう。なんか、え、何、電話来た。こっちあるんすかね。電話来た。もしもし。どうした、大丈夫、大丈夫。今、ノーフォーク広場の来てんじゃん。モーリー君もいます。今ね、そう、二人でちょっと離れてるけど、ほぼ固まってる状態で見てる。そうですね、上の方に来てるんですけど、せいや君も助けに行けたら行こうかなと思ってます。勇者じゃん、すごいね。ここはちょっとボス増やすのもありかなと思って。ありありあり、ありがとうございます。無茶はしないでね、本当に。はい、気をつけてね。 OK、 行ってきます。え、よ、な、な、どうし、なに、わかんない俺、彼がすごすぎない。お疲れ。お疲れ。無事が、頑張れ。みんな頑張ってくれ、頼む。頑張ってせいや君の元に向かいたいと思います。今から向かいますね。当ててせいや君。せいや救出のため一人動くハルキ。その頃、ありがとうございます。頑張ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。絶対俺逃げ切ります。ありがとうございました。お寺の方に別れを告げ、教えてもらった近くのレストランへ。ふぅあ、もしもし、はい、今一人？一人。非常に申し訳ないんだけど、ね。はい。俺スパイなんだよね。はい、うん。で？で、俺キャッツ側なんだ。嘘つけよお前。本当。え、それ信じていいの俺？俺お前のことこれで嘘ついたら兄弟として結構縁切るレベル。これマジ。これマジ。じゃあ俺お前味方なの俺？俺ドックのふりして逃がさないといけないの、キャッツ仲間で。で最終的に正体が捕まえられないとクリアできないってこと。ドックスの勝ちじゃないんだよ。例えばじゃあ俺、タクヤ全員、フミノリ、セイヤ、ハルキも捕まったとするじゃん。
それでシュートは捕まってない状態で、そしたらキャッツの勝ちだよ。あ、なるほど、オッケーオッケー、理解した。キャッツとなったシュートが最後まで逃げ切ればキャッツの勝ち。そのためドックス側にはシュートの正体を隠し通すのが必須。キャッツの中にドックスが紛れてる可能性があるのよ。あ、そうなの。だからみんなに伝えると俺がキャッツってバレた瞬間にその裏切り者のドックスが俺のことを捕まえちゃうから。なるほど。だから誰にも言わない方が多分いいんだよ。怖っ。オッケー、怖い。ありがとう。だから理解したよ。あんまり近くにいてとかも怖い。はい、了解。とりあえず言わないで。オッケーオッケー。俺が炙り出すわ、キャッツの中のドックスを、はい、そう、勘のいいシュートの推測通り、キャッツの中にもすでにドックスのスパイに選ばれたものが紛れている。スパイとつながっているのはケビンだ。え、勝ち！マジ？そんな伏線あんの？え、絶対違う？俺は違う、マジで。いや、俺絶対違う。てか、俺だとしたら俺にかかってくるのおかしいじゃん、これで。いや、そうそう。でしょ？まあ、そしたら多分、このカメラ回ってる状態で、はい、俺に来ないと思う、連絡。組織的に、そのルール的にさ。確かに。だから俺は違うって言うの信じてほしいんだけど。はい。タケのそのとぼけてるのも怖いんだよ。違う違う違う、ガチ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 。そしたら俺のこと捕まえてるよね。捕まえたって、あんなずっと一緒にいて、それを俺理解してるわけじゃん。それも理解して、ドックスいるんだって分かった時点で、はい、タケがタッチしても別に俺なんとも思わないじゃん。ああ、こいつなんだって俺が知っちゃうだけだから、それをバーって広めちゃえばいいだけだから。だからここだけですよ、絶対ないの。ない。だから俺の予想言っていい？フミよりセイヤ、ハルキいるじゃん。はい。なんか分かんないけど、ハルキが捕まってない意味が分かんないんだよね。そう、なんか逃げ切れた数が多すぎる。で、ハルキとかにやらせたらおもろくない？確かに。いや、でも、マジやばい。俺さっき電話来て、場所をなんとなく教えちゃったから。え、アホやん、アホやん。違う違う。でも大丈夫。ハルキからだと思うじゃん。ハルキからは俺ら逃げれる、絶対。逃げれるかな？いや、これ待って、これ。俺ね、分かった。ハルキじゃない。俺ハルキ絶対。絶対ハルキだ。セイヤはない気がする、だから。いや、俺セイヤないと思う。てか、セイヤそういうのできないと思う。うん。多分、フミノリも、裏切りにさせるような多分あれじゃなさそうなんだよね、俺。いや、まあでも確かにちょっと心配なのは、さっきせいやからも電話来たんですよ、あのお家お邪魔してる時に、うん、だからその時に俺結構詳しく話し合ってはいるから。ふみはマジで干渉しない感じだから、ね、干渉しないから多分違うと思うんですよ、はい、俺普通に電話するわ、一回。ハルキがスパイだと推理するモーリーとタクヤ。俺人間不信だな。もしもし、ハルキどんな感じ？僕今、あのせいやくんのところに向かいたいと思います。すごいね。はい。せいや捕まってんのか？せいやくん捕まってます今。ハルキ捕まんないようにしてよ。はい、頑張ります。俺らどうしたらいい？逆に捕まらないようにっていうことしか言えないですよね、本当に。オッケー、じゃあ俺ら逃げてていいの？はい、大丈夫です。俺確信に変わったかもしれない。一回フミに電話してみる。一回ちょっと聞きたい。試しにね。何してる今？今ボンゴにいるよ。いた、飯食ってる。え、どうやって進めていく俺ら？いや、俺らだから捕まん、もうとにかく。でも一旦マジで多分飯食わないと俺らが死ぬから。うん。え、せいやどうする？せいやな。あ、せいやだから一旦後で助けよう。あ、オッケー。せいやまだ大丈夫、あれだよね、捕まった方が多分体力あれだよね。そうそうそう、一旦だからせいやはじゃあ春樹は助けに行くって言ってるよ。でもマジ行けるかな？ほらね、まあ飯食えそうなら多分 今がチャンス多分。あ、オッケーオッケー、はーい、はい、じゃあね、じゃねって言って飯食うなら今とか言って、俺ら誘って飯食いったらフミが捕まえるとかっていうのない？ちょっと今考えちゃって、今あれって思った。なんか飯食うなら今って。でもハルキが鬼で行くって言ってフミそれ伝えたら、え、マジ行けるかなって言ってたじゃん。はい、確かに。そこ心配したから、多分俺らと同じマインドだったら場合言ってることをもう分かるんだよね。いや、そうなんすよ。ハルキをスパイだと確信し始めたモーリーとタクヤ。その頃、ケビンにスパイから連絡が。早速連絡ありましたよ。キャッツのトークのスクショが送られてきました。で、入った。今、モーリーとタクヤがノーフォーク広場なんで、一番上端っこですね、ここ。ここにもいるらしいです。マジ日が落ちる前に捕まえたい。スパイからの連絡はノーフォーク広場。ノーフォーク広場。あ、黄色いた。あいつ仲間なんだよな。でももう
絶対ハルキやあれ。商店街の奥でハルキ見つけたんで追い詰めます。どっちも全うしないといけないですから仕事を。ようやく食事にありつけたみのり。うん、うまっ。めっちゃ肉本来の味、超美味しい。パスタと絡んで黄色い人いますよね。誰だ。誰だこれ。はい、あ、青の来ました。青のが今来てます。ハルキを見つけた商店街へと入っていくシュート。シュートいるかも。ほら生きてる。海君気をつけながら来る。ってことはこれさ、フミがさ敵だった場合言わなくない。言わないと思う。なんかそうじゃない。はい、意味わかる。いや、わかる。そこです。そしたら絶対だっているなら捕まえた。そうだよね。多分そうだ。仲間への疑心暗鬼が募る二人。あ、でも確かに後ろ姿見たら多分あれ、上に来てんの多分ハルキしかいない。で、タクヤは安定で見てないんで。タクヤとモーリーはあの端っこの方行くの見たから、みんな上に固まってる説ある。だから全員こっち来ちゃっていいかもしれない。みんな上の方いるわ。でもなんかクミ君だけいないんだよな。ケビンはショート合流。でも絶対に上の方に超固まってるのよ。めちゃくちゃ見るからこっちら辺で。とりあえず上行ってみます。行ってみるか。で、ハルキはワンチャンあのさ、アジトの方に行った時に見つかる可能性あるから、そっち行って一番奥まで行こっか。追い込み漁しよう。いや、みんな上だ。上行こう。全員でノーフォーク広場へ向かうドックス。もうここ橋渡ったらすぐなので緊張感すごいですね。あ、せいや君から来ました。もしもし、今はもしもし、今橋渡ったらすぐせいや君のところです。 OK、 待ってる、気をつけて。ハルキは一気にアジトへ。ハルキがせいや助けた。普通にせいやが解放されました。解放しました、せいやのこと。これ達成感やばいですよ。このゲームめっちゃ面白いです。やばい。めっちゃ面白いこと言ってる。いた。マジ一人に泣きたいです。待ちましょう。ちょっと3人体制で多分回っちゃった方がいい。あー、なるほどね。もう3人でいい。疲れ。あ、これ負けたわ。助けるのやめたから今。マジかよ。